ショッツ田中です。今回は R70 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。このダークマターを出してきたんでね、ちょっとねお披露目ですよ。今回はいいですよね。やっぱダークマターがねこう武器の迷彩でこう入ってるとビシッとね決まりますよね。死ぬー死ぬー、大丈夫かブラボー。ちょっと前線が危ない感じかもしれないね。 OK、 ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、全体を見て、危ない、おっとっと、ここに、あー足りなかったか、ちくしょう。ここ左結構来るな、左結構来て抑えてるんだけれども、敵はブラボーも行ってるっていうこの欲張りっぷりが半端ないですね。許せませんねこれ。ここか、くそこの機銃に、おーくそいけない、くそー、あそこ全員なんかやれたらよかったんだけどね、現実はそう甘くないんですね。うわーマジか、ちょ待ってよ、真ん中にいたら普通に真ん中の人にやられるわ、当たり前だけど、ちょっと真ん中の、うわーちょっと待って、なんでこの出てきたのか、タイミングで厳しいですね。ちょっとこちらでも自動回復なんでね、弾撃ち放題なんですよって思うでしょ。でもねこうバカスかバカスか撃ってたらオーバーヒートして撃てなくなるっていう、それがねネックですから、そこをどうにかねしないといけないんですよね。あぶな、2人が同時で来るとかやらしいな、ほんと大丈夫かこれ。よっとちょこちょこ倒してんだけどな、敵が無限に湧いてくるんだよな弾のスピードと敵の湧いてくるスピードが全然って、そういうわけじゃないか。なんだろう、右の方が薄いのこれ、もしかしてデュースかもしれないけど、オーバーヒートしちゃった、オーバーヒートしちゃったらこれなぁ、マジ10発ぐらいないと人が倒しづらいので、これ切り替え、オッケーオッケー、全部アシストになったけど、オッケーオッケー、オッケーオッケー、これ怖い、フラグで死にたくないな、オッケーオッケー、めっちゃ来るんだけど、ちょっと待って、前線もうちょっと欲しいな、人がちょっと前線が足りてない、圧倒的に、うわーヘイターまで出たんだけど、マジか、前線圧倒的に人が足りねえぞ。ちょっとヘイターだけじゃ厳しそうだなこれは、取っとこう。オッケー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 、かかたまったー、弾がなくなる弾がなくなるんですよこれ。だから意外と機銃なんだけど弾切り起こしやすいっていうね。だからなんかみんな弾が自動生成されるのすげーみたいな感じになってると思うんですけど、なんか使い切ったら終わりだからねこの武器。だからあの自動生成の条件は、まあ自分が持ってること、所有してることが条件なので、特にねあのおっとこれは、あやばいやばい、敵が四角に隠れてる、あ見えないなこれ、やばいやばい、マジか、取られた、まんまと取られるという、自動生成はだからサブ武器で持ってても一応生成されるんですけど、だからなんかねサブウェポン持ってないとやばい。ちょっと待って、これここの位置やばいんだけども、ちょ前線少ない少ない、これ前線が圧倒的に少ないから厳しいんだが、これオッケー、4連フィード、ちょっと待って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 、おいあの青ロボットマジかよ、今の倒しておきたかったけどな。ちょっと待って、ちょっと前線が、前線が全然全然人いないの、あ来た来た来た、みんな前線来た、よしいいぞ、やっと前線来てくれたか、よしよしよし、任せろ任せろ、左右だ、オッケー。だから無駄打ちが許されないってところありますからね、なんか多分やっぱいくらでも撃てるからって思ってあれですけど、割と回復スピードがそんなになんかめちゃくちゃ速いわけじゃないんで、なんか撃って撃ってみたいなことはちょっと難しいかもしれない。でもサーチだとそういうところでちょっと変わってくるから、弾がいくらでもね生成されるっていうのは、そこら辺ちょっとドミネーションだったらそんなプラスにならないんだけど、サーチだったらどうプラスになるかっていうのがね、これのまあ見どころというか見るところじゃないですかねって思うんですよね。おいしょおいしょ、ちょっとここら辺でリスキルしましょう。上にいる？あ、いないね。味方さんが結構頑張ってる、これもあるからね
これもあるからね。あ、味方じゃん。あら、これちょっと待って、アルファ取っちゃうんだったら味方敵が多分ブラボー来ると思ったんだけど、一瞬でやられる。お、いいじゃん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 、死んどるやん。後ろかな。オッケー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 、上だ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 。ちょっと待って、上怖いな。あれ待って、多分ここ来る。オッケーオッケー、来すぎー来すぎ。3人はでもいい感じで逆転できてるかも。いいですね。逆転はまだできてないけど、5点差まで縮められた。いいですね。いやー、これだからなんだろう、武器の威力とかっていうのはリンゴっぽくて、でもリロードがだから、これ弾切れがマジでネックなんですよ。機銃の特有である連続して敵を倒せるっていうのが、4人5人行った後のなんだろう、4人5人ぐらいで本当限界なんですよ。そこ以上に打ち続けるとなると連戦が不可能なんですね。なんでなんかそういったなんだろうな、リスで敵をなぎ払う的な行為は難しいです、これ本当に。あー、でも他の機銃に比べても多分そういう連続キル的な能力はね、そんな高くないんじゃないかなって僕は思いますね。そういうまあ使い方じゃないのかもしれないけどね、もしかしたら。どういう使い方すればねこれはいいんでしょうね。今こんな感じで使ってますけど、アーサルトっぽく。マジかよ、アルファなんか湧いてんぞ敵が。おいおいおい、また前線がやばいことになってるんじゃん。ちょっと待って、まずいなこりゃ。ラプスさ、破壊した時さ、あーほらなくなっちゃうんだよこれ。それがあるから、待ってよ、やばすぎやばすぎ。ラップス、待って、ちょ待って待って待って、やばいやばい。これはオッケーオッケーオッケー、来そうなんだよな。ラップス900ポイントでまだ使えませんよな。オッケーオッケー、なんとかなんとか。オッケー、いいぞ。ラプスのアシストポイント入らんかったし。あ、やば、アナイアレーターが今危ねえ、ギリギリ。ちょっとまだ あれがあるな。油断ならないなこれ。おー、最後のやつが終わったかな。よーし、やっとか、やっと安定させたかな。待って待って待って、危なっ機銃使えってなりますね。ちょっとこれはヒーター出そう。オッケーオッケーオッケー。あー、どうしようこれは。オッケーオッケー、待てよ、間に合った。オッケー、これ大丈夫かこっち。怖いな。あー、後ろ、マジかよ今のは。マジか、ちょっと1階から来ると思わなかったな。危ない、でもナイス、ブラボー、ブラボーが取れてりゃ問題はない。オッケー、ここ見とこ、ちょ弾の回復も兼ねてね。だからある程度こうやってキャンプしないといけないってとこありますね。あー、ほら弾なくなった。これもう、これがこれめちゃネックなんですよ。これここがね、どんだけ試合のあれに影響するか、もう半端ないです本当に。危な、この3キル4キルの後のやっぱこれがね、とんでもなく敵に。マジか、危ないなあ。ちょっとどうしよう。あー、負けたか。そこがちょっと辛いんですよね。でも今回課金した内容もちょっとね、1万の課金でこれだけかよっていう感じありますからね。あれ暗号キーだったらまだいいんだけど、課金だからさ、思い入れが違うよね。なんかね、気合入りまくりっていう。あー、マジか。いや、ちょっと頑張って、いや待って、これきついな。ちょっと今のでここで前線を仕切られるとやばい、自分らの。あの駐車場はちょっとスルーするわ。うわー、ここにいたのかよ。待って、中に入られるのはちょっと
厳しいところあるんじゃ。2キルしたでしょ今で。2人下がったはず。3キルしたで3人半分下がった。さあ4人したから相手のほぼ半分が下がってるところだけど、2キルしたやつらが帰ってくる。そうこれですよこれ。待って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 、タイム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 、まだまだここでもいいんだけど。オッケーオッケーオッケー、2キル。ほら来いよロボットちゃんいるんだろ。待って待って待って、危ない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 。あーまたこれ厳しいかもしんない。お怖い。いやーマジかよ、そこで死ぬのかよ、マジか。本当になかなか、でもこの機銃、機銃で初めてドミネーションしたけど、機銃のなんだろう良さをあんまり活かせてないかなってね。えやっぱ連キル打ちまくって、連キルの時にプシューはマジであれはやばいよね。やっぱ弱点ですよこの武器の。危ないよ、こういうところはいいよね、やっぱ2階から張る的な。大丈夫かなこっち、絶対来る絶対来る。オッケーオッケー。いやーマジかーいやー辛かった今回。いやーあそこでねヘイターで止まったのもあれだったけど、やっぱ前半戦ちょっとね B なかなか取れなかったから、そこが響いたなー。あとやっぱこのね武器、やっぱり他人数向けじゃない機銃ってどう使えばいいんですよね。普通に今使ってたらリンゴとかの方がいいなーって場面多々あったんで、まあそんな感じですよ。皆さんもね、ピースキーパー。ピースキーパーもいい、とかあれめっちゃ強かったですよ。めっちゃじゃないな。この機銃よりかは強かったですよ。普通に使い勝手。でも管よりかは強くなかったかなっていう印象でしたけど、まあね、またね、セールが来たら、聞きたいと思いますので、今度こそはピースキーパー来いよ。というわけで、次回もかかってこーい。